大谷夫婦の挙式場所が話題。翔平から連絡があったけど大谷選手が豪華な結婚式を挙げる場所を選んだことでアメリカと日本が大騒ぎあスポーツメディアがロサンゼルスドジャースの本拠地であるドジャースタジアムを有力な候補地として挙げていますこのスタジアムは近年大規模な改修が行われ野球場としてだけでなく多目的イベントスペースとしても利用できるようになりました地元メディアの報道によると このスペースは大谷夫妻の結婚式会場としてふさわしいとされています特にスタジアムの象徴的な螺旋階段を使った入場シーンや結婚式の写真撮影はファンにとって記憶に残る光景になるでしょう一方もう一つの候補地として挙がっているのがラスベガスのハートランドマンションですこの歴史的な建物は1940年代に建てられ多くの著名人特にエルビス・プレスリーが滞在した場所として知られています クラシックな雰囲気と豪華な装飾はまるで映画のワンシーンのようで大谷夫妻の特別な日を彩るにふさわしい場所だという声が多く寄せられていますさらにプライバシーを大切にする2人にとって比較的プライベートな形で式を行える点もこの会場の魅力の一つですしかしこれらの候補地にはいくつかの課題も指摘されています例えばドジャースタジアムでの結婚式では セキュリティ面や式のプライバシーがどこまで守られるかが懸念されています一方ラスベガスでの式となると距離の問題やチームメートや関係者の移動スケジュールとの調整が必要になるでしょうそれでも大谷選手の人気と影響力を考えるとどちらの候補地も大きな注目を集めることは間違いありませんさらに結婚式の日程についても多くの憶測が飛び交っていますスポーツライターの見解によれば 大谷選手にとって重要な節目となる12月9日が最有力とされていますこの日は北海道日本ハムファイターズへの入団を決意した日でありまたメジャーリーグ移籍を発表する記者会見を行った日でもありますこの特別な日を新たな人生のスタートとして選ぶ可能性が高いと言われていますファンたちもまた大谷選手の結婚式に大きな期待を寄せていますどこで結婚式が行われても 大谷選手は私たちにとって家族のような存在です特別な瞬間を共に分かち合えたら素晴らしいと語る声が多く聞かれますまたロサンゼルスの地元ファンからは結婚式をこの地で開催してほしい地域全体でその特別な日を盛り上げたいという声も上がっています結婚式そのものがもたらす経済効果にも注目が集まっています大谷選手が移籍して以来ドジャースはスポンサー契約やチケット販売 グッズ売り上げなどで大きな成功を収めてきましたもし大谷選手夫妻が結婚式を行えばさらに大きな経済効果が期待されます特にスタジアムでの式となれば当日のみならずその後の観光や関連イベントにも波及効果をもたらすと予想されています一方ラスベガスで結婚式が開催される場合全米各地から多くのファンが訪れると予想されていますこの都市はすでに観光地として知られていますが 大谷選手夫妻の結婚式という特別なイベントが行われれば地元経済をさらに活性化させることが期待されています大谷選手とマミコさんは単なる夫婦であるだけでなくスポーツ界を代表するパワーカップルとしても知られていますその結婚式は2人の愛と絆を示すだけでなくスポーツとエンターテインメントの融合を象徴するものとなるでしょうこの特別な瞬間がファンや地域社会 さらには世界中の人々にどのような影響を与えるのか期待が高まっています大谷夫妻の結婚式がどこでどのような形で行われるのかはまだ明らかにされていませんしかしその詳細が発表された際には私たちは新たな感動を共有することでしょうそれまでの間この話題がさらに多くの人々の関心を引きつけるのは間違いありません2024年の MVP 授賞式で起きた出来事は 未だに多くののファンやメディアの間でで議論を呼んでいますその注目の中心には大谷翔平選手と妻の真美子さんがいますこの夫妻が見せた控えめでありながらも独特なスキンシップは多くの人々に驚きや疑問さらには感動を与えましたその日大谷選手は今シーズン驚異的な活躍を遂げアメリカンリーグとナショナルリーグの異なる2つのリーグで史上初となる2年連続の MVP を獲得しました 会場中からの拍手に包まれる中大谷選手は関係者から次々と祝福を受けている様子が映し出されましたそして彼の隣にはこれまで常に彼を支えてきた妻のマ美子さんの姿がありましたその瞬間二人は握手でもハグでもない形で喜びを分かち合いました大谷選手が拳を差し出すとマ美子さんも拳を合わせ二人は見事なピストバンプを交わしたのです この心温まる瞬間は瞬く間にソーシャルメディアで拡散され、アメリカでは大きな反響を呼びました。特に、MLB 公式インスタグラムアカウントに投稿された動画には、驚きや批判のコメントが相次ぎました。なぜ奥さんにハグではなくフィストバンプをしたのか。いや、何か特別な意味があるのか。といった疑問が多く寄せられ、アメリカのファンの中には理解できないという声も見られました。このシーンは、 同じ授賞式でヤンキースのアーロン・ジャッジ戦手が妻とキスを交わして祝福し合った場面と比較され文化の違いが議論の中心となりましたしかしこの場面を目にした日本のファンや一部のアメリカ人からは全く異なる意見が寄せられましたむしろフィストバンプの方が友情や信頼を感じさせてよいまるでスポーツマン同士の関係のようだといった声が上がり大谷夫妻の深い絆や特別な関係性が称賛されました 特に注目されたのはマ美子さんが夫翔平選手と自然に喜びを分かち合いながらも控えめで目立たない振る舞いを意識していた点ですこの姿勢は彼女が単なる伴侶ではなく同じ目標を追い続ける戦友であることを象徴しているとされていますさらにこの議論は夫婦間のスキンシップや文化的背景についてより深い考察を呼び起こしました 日本では公共の場で感情を控えめに表現することが一般的である一方アメリカではハグやキスを通じて感情を直接的に示すことが一般的ですこの違いが今回のような誤解を生む一因といえるでしょうそれにもかかわらず大谷夫妻の行同は異なる文化圏において新しい夫婦像を提示し多くの人々に人間関係の本質を再考させるきっかけを与えました特に 大谷選手の人柄や生き方に触れるエピソードが注目を集めています。これまでのキャリアを通じて、翔平選手は常に謙虚でありながらも誠実な姿勢を貫いてきました。また、元バスケットボール選手として活躍したマミコさんも、夫を支えることに情熱を注いできた姿が印象的です。2人が選んだピストバンプという形は、単なる偶然ではなく、2人の関係性を最も自然に表現したものと言えるでしょう。さらに この出来事の影響は単なる夫婦間のエピソードにとどまりませんソーシャルメディアでは自分たちの文化と違うからといって批判するのではなくその背景を理解しようとする姿勢が大切だといったコメントが増え多文化共生の重要性への意識を新たにするきっかけとなりました大谷選手とまみこさんの関係は多くの人々にとって異文化理解の象徴的な例として捉えられるようになっています 2024年の MLB シーズンが幕を閉じるとともにアメリカ全土で特別な意味を持つ名前が浮かび上がりましたそれは大谷翔平選手ですドジャースでプレーし歴史的な成功を収めた彼に対してアメリカのスポーツ界やビジネス界から感謝の声が次々と寄せられていますたった一人の選手が国内のみならず世界中のファンにこれほどまでに大きな影響を与えることは極めて珍しいことです ドジャースの幹部たちは、大谷選手の存在が小い、無にもたらした影響は言葉では表現しきれないと語っています。球団運営責任者のフリードマン氏は、契約前から翔平は私たちにとって理想の選手でした。彼が加入したことで、チームに新たな活力が注がれました。と、その影響力を高く評価しました。また、球団社長のスタン・カステン氏は、彼は野球の枠を超え、あらゆる世代、性別、 文化的背景の人々に訴求する存在ですと、大谷選手の普遍的な魅力に触れています。経済的な観点から見ても、大谷選手の貢献は計り知れないものがあります。ドジャースが彼と契約を結んだ際、その契約形態が注目を集めました。通常、メガ契約では選手が高額な年俸を即座に受け取るのが一般的ですが、大谷選手は契約金の多くを後払いとする形に同意しました。この決断により ドジャースはシーズン中に他の優秀な選手を獲得する余裕を得ることができました。その結果、タイラー・グラスノー、山本義信、テオスカー・フェルナンデスといった才能ある選手たちを迎え入れ、チームをワールドシリーズ優勝へと導きました。この件について、フリードマン運営責任者は、翔兵の契約形態には本当に助けられました。彼はただ勝利を目指しただけでなく、それを実現するための具体的な行動を、 取っててくれままししたと感謝の意を示しています大谷選手がドジャースにもたらした経済効果も驚異的なものでした加入初年度チームの本拠地での試合観客数は前年より10万人も増加し総観客数は400万人を超えましたこの数字はヤンキースをも上回り関連グッズの売り上げも MLB 全体で最高記録を更新しましたさらにチームは日本企業12社との新たなスポンサー契約を結び ドジャースの試合会場での広告スペースは瞬く間に完売しました。彼の影響力はロサンゼルスの地元にとどまらず、日本を含むアメリカ全土。